アートを楽しむ展へようこそ。こちらは大正13年に36歳の小出奈良重が大阪のアトリエで描いた自画像です。まるで洋室のように見えますが、実はここは畳の部屋でした。画家は畳に絨毯を敷き、白いスーツに革靴の装いで絵筆を持っているのです。絵の中にはフランス土産の愛用品、帽子やラッパのほか、画家が好んだ丸みのある形が散りばめられています。会場では帽子、パレット、筆を自由に手に取っていただくことができます。絵の中の人に変身するような気持ちで作品と向き合ってみませんか。他にも人物像30点をご紹介しています。アーティゾン美術館でお待ちしています。